はい、これで OK。 はい、いらっしゃい。ありがとうございます。まあ最初ラグチェックなんで、まあとりあえず適当に。はい、ラクさんいらっしゃい。まあほんとね、まあどういう組み合わせかっていうか、どういうキャラかっていうのを個人的な解説で言いますと、アダチってキャラは立ち回りとかそういうの自体はそんなに強くはない、強くはないけど、その触れた時の強さ、あとはそのまあなんせ強いのはマンダラ。そのマンダラっていうのはその覚醒時に使えるまあ超必殺技なんだけど、それどういうのかっていうと、そのペルソナに対してちょっと特殊能力がついて、でそこからそのいろんなね、データ異常というか状態異常になるんで、まあ、そこは見せ場かなっていうので、で、まあ、陽介はもう言わずもながら立ち回りの強さ、あとはもう技の強さ、もう全てが揃ってる、まあ、最強キャラの一角ですね。はい、ではよろしくお願いしますと。大丈夫かな二人とも。ご指名ありがとうございます。あ、ダモスさんいらっしゃい。あ、ダモスさんもうちょっと早かったら部屋読んで解説お願いしたかったけど、まあ仕方がない。まあとりあえず見ていきましょうか。お、亀亭さんもいる。ほう、まあもしコメントを見てね、コメント返ししてもらったりしたらすごい助かります。はい、じゃあ見ていきましょう。さあまず触れたのは足立側、ダウンを取って、さあそしてこの2ビートジャンプシーが強い。ジャンプシー逆に空中くらいから攻め継続、足立側当たって画面端、さあ投げ潰しのジャンプが相手は投げ抜け仕込んでいないのでうまく機能してない。さあめぐっている、さあ2シーが当たる、しかしカウンターしていない。逆切れ打つが当たらない。さあ棒でバーソー、これはどこまで伸びる、ガルダイン登る、おっと棒でヒットライザー、さあバーソーミー、さあそして師匠強気なこの投げが通ったか。さあ第2ラウンド角、これは陽介の強み、投げて、さあなんとか噛み合わせたいが触れた、ダッシュ、ダッシュは通って、ここはダウンを取る、さあムーンが当たる、さあ体力、微妙な体力、ビリを通してしっかりしている。ここでマンダラ、さあ始まる、どうする、キュウリで一応入れ替えて、さあ一生重き振っていく、ここでヒートライザー勝ちガフ、さらに 2C で魔風をつけてバソされない、これがアダチの強み、これで 1G。 さあジョグがしっかりしている、ジャブ 2D、 2C が当たるが特に何もない。クナイをクナイを投げて安定安定でいきたい、ダッシュを取るがどうなる、さあ様子見に対してはしっかり我慢している、西が取ってエリアル、
さあ、ギリギリ、ここはギリギリ通す。さあ、ここで S ウィーム渡ない。コマ投げを取って、ヒートライザー。ここはどこまで伸ばすか。さあ、もうワンループ、ダウンを取って、コマ投げ、リバーサルスピースクだ。しかし、これは重なっている。あ、ログはしてもらえるんだったらすごくありがたいな。ありがとうございます。さあ、まず一本選手したのはペット君のアダチ。今のアダチの強いところがね、非常に見れました。やっぱり強気に行くところをね、強引に通してっていうのもまたペット君の強みなんで、それも見れて非常に面白い試合でした。ジャブ2で当たっている。2376、この投げ取らないが、今投げを通して滑空、ここはギアギル通す。さあ、ゴーリーをしっかりムーンでやり過ごす。どこまで伸ばす。ダウンを取ってギャグで通す。2秒当たらない。そしてこのコモスタック、うまいか。リバーサーコッパ、この技暗転に触れ、発生に触れ、非常に優秀な技。さあ、陽介はもうここまで技の振り方がうまかったら立ち回りにくいか。ワンコンボ新変形。さあ、滑空に終わったこの垂直ジャンプシーンは非常にガードしづらい。攻め継続 2B いや AB、 どこに伸ばすか。ここで投げて暴れているが、奪そう。ここでディレイマンドラ、さあ毒がつく、ジャンプシーは毒。ダウンを取ってギャグで取ってヒートライザー、バフがついて、ここでボコスが漏れる。捕まえる、どうなる。ここはバタイ、バタイというかバース読み。これは取って完走すれば、もちろんシュギャルダイン。さあ、最終ラウンド、まずファーストアタックは採用。ジャンプシュを押し付けていく。コマ投げ通して1回目。この技の振り方が非常にうまい。逆に当たって空中くらいなので嫌える。ダッシュ A が出ない。 QE 強気に攻めていく。ダッシュコマ投げ、つながる。そして恐怖、そしてどこへ伸びる。ここはバースト。ここでしっかり上を見ている。これで2-0。さあ、第3戦まず増えたのは陽介。2位で暴れている。1を入れ替えて 2B、 コマ投げは逆入れて返す。投げで1を入れ替えて
投げ落とす。あっちへ取って、さあ画面端の継続、ここで逆に落とす。いや、どけこら、うまそう。ここでジャンプディが取る。これは安いが完成するわ。もちろんシム、まず一本選手は採用陽介。ジャンプシーは取って、カウンターシーンは何もない。ここで 2B スカからエリアル、そして画面端コンボしっかりしている。4000コマ投げは取って、ヒートライザー、ここでコンボリス、 5B は取るが、ここでめぐりネタを見せてくる。さあこれは知識圏内か、シーションが取る。これは完走すれば、ふー、というわけでこれでついに採用陽介が一本取り返す。さあ今年の格ゲー流行語大賞にネイマール骨折婚という言葉が入っていました。まあそれの一つを見えましたね。あれ李秘書かな、李秘書からヒット確認からあれだけ減ると、広告ありがとうございます本当に。ラウンド第4戦タチが光ってエーレンだ。ここは位置がどっちか分からない。さあ採用君側もネタをどんどん見せてくる。画面端逆切れ読みで様子見が多い。ここで当たる、地上の攻撃判定は広い。逆切れ見ている。あ、125% ある要素が非常に怖い。テクラフ SB ゴッパ、ここから開いる。バンダラがつかないが、アダチがもう覚醒しているので無理はしたくない。どこでバスを使う、攻撃から通した。ガキャン読んで、さあこれでお互い攻めのギアじゃなくなったか。ジャンプ D、 あ、2D、 あおっと攻撃ショーワンマンバースト、しっかり 2B から火を直し、まず一本選手は採用陽介。この秘書の押し付けがうまい。さあ浮き身を取らないのでコンボは詰まっている。ダウンを取って、コマ投げは逆切れで返す。弾を取って滑空、滑空ムーン、ガードを揺さぶってくる。ジャンプシーが当たって強いができる。さあこれは拾い直したかったか。さあ体力は微妙なところ、まだ死なないもののここはガルダインでダメージを伸ばしていく。どうでバースを使う、ここでバースを呼んでいる。さあだいぶ波に乗ってきてる。これがこの強キャラっていうか、この組み合わせがきついっていう中で流れが有利な方に働いてしまうとどうしてもそのまま行っちゃうっていうのがあるんで、それをどうやってまあペット君が切り返していくか、まあそこが非常に見どころではありますね。ラウンド1
さあ捕まえて、コマ投げ通す。この強気な投げはどこまで取るか。ジャンプして押さえて、ワンコンボ、ボコスカ通す。初めてのボコスカ。さあフェイタルではないのでコマ伸びない。ジャンプし立ち上で潰していく。当たらなくてどこまで伸びる。これはテラフォンにはなっていない。さあここはどうにかして立ち回りを、おっと捕まえた。マンダラどこまで伸びる。ちょっと負けたか。このミス最大。まず一本選手は採用よ。内容見てから捕まえなかったか。逆が早かった。画面端、さあ展開が早い。内容通してジャンプし使っている。ここはバスト。まだこのラウンドは終わってないと。さあクータイク投げが通って、どっちだ。バスはたまる。内容通して、これはヒートライザー。完走すればもちろん死ぬ。これで11。バースはペットガンより。2D は通らなかったか。痛いダメージはもらえなかった。しっかりガードしている。しかしその後はちょっと引っ張ってしまって、そのまま採用君がペースを握っている。どこまで我慢できるか。投げは通って、ジャンプシーンめくり。マンダライザー何を落とすか。何が当たっても怖い状況は。これはゴムと言ってもいい。おっとムーンが当たる。バサミ逆で取って、ヒートライザー駒投げ、ちょっと変な当たり方して、まだいい、つながらない。 SB スカじゃ。さあいろいろあったが、立っていたのは採用。これで2-3逆転。さあお互いどっちが勝ってもおかしくない勝負が続いている。第6試合捕まえて、バケだ、巡って投げを通す。おっと 2B が対空になったものの、お互い捜査員。だいぶペット君の 2C の振り方にも慣れてきたのか。なかなか 2C が振りにくくなってきている。潰したかったか。ジャンプして光って立ち上げからワンコンボ。 SB ムーンを使いダメージを伸ばしていく。ダメ足、ジャンプして当たって、これは完走すればもちろん死ぬ。一本選手は採用要素で、第2ラウンド押し付けるジャンプが当たる。
さあムーンをスギャテスでやらせないと。頑張り逆切れ、我慢してから押した。タッチ、ミービータイク見てる。逆に出てしまうか。逆切れ使って、ニシボーさん、ここはバソゲナー取ってワンコンボヒートライザー。さあここでバーストを使わせたかったが、バーストのみ、そして見てる SB コッパー、これで1-1。さあ最終ラウンド触れたのは SAIYO、しかし Adachi側も触れる、コマ投げ通して、さあ逆で強気に押していく、投げ落とす、さあ Adachi側これはしんどい、我慢するところ、ミービータイグ見てるが、逆側ムーン当たらない、爆星当たるが覚醒はしない、当たる、ジャグレーマンダル、どうなる、何が通れば何かが起こる、ここは我慢するのか、ムーガー押して、タチが取る、バスト強引に押したかったか、足払いリバーサイスビーコッパー、強気にユーリーフレームを押し付けていく。あ、ちょっと待って、これいけるかな、次はあくまで遊びたい、この面白い勝負は全部みんなに見てほしい。さあ次どうしよっかな、ラウンド第7戦、チェア取る、当たらなくてジャンプシーで押し付ける、ジャンプシー捕まえる、逆切れ、あ、滑空からどこまで行くか、捕まえて 2D、 またグダグダ捕まえる、ニービーが使ってこの硬直、逆切れ通して、さあマンダラ、何が起こる、ゲタが通って金馬を通す、逆切れ通して強気に行きたかったが、 SBM からワンコンボ、最後はガルダイン、チケットは確か予約で取らないと無理なはず、めっちゃいけんのこれ、マジか、やり方を探す、延長どこで使う、延長どこで使う、どこだ、どこだ、これどうだ、
よし取れた。いやーみんなありがとう広告。さあ見てない間にこれは SM 体力が覚醒状態になるが何が起こるかわからない。リバース SB マンダラバーサ通して、さあムーンが当たる。第8戦さあ2ビタグ捕まえて、ダメ足につかめる。さあムーンはしっかりカードしている。押し付けて足払いまでしっかり除去しているが、しかしあの後の駆け上がりジャンプシー、ここでバースを通してダッシュしてくる。さあ地上戦走られたらアダチガも相当きついはず。どうにかして機会を伺いたいが、めぐっているがガードしている。ヒーションもガードしている。ジャンプしヒットライザー、ここでカウンター取りたかったら取れない。ヒーション、これが当たる。 SB 駆け上がり、最後は流れ星。さあ触れてるな斉藤洋介。さあだいぶ乗りに乗ってきている。補正切りではないものの最良より最大を目指して立ち回っているような感じ。リターンを求めて立ち回っているのもこれはかなりしんどいでしょう。さあ使おいで、ギリギリ覚醒しない。逆にで体力調整したかったがどこまで伸びる、当てなかったか、当たって、さあ出ない。2回目今度は見せないぞと。いや当たって、うおー投げに対してリバーサガルダイン。さあ強気に強気にボタンを押していく。今な様子見してたらアダチガが勝ってましたね。さあまたもや2ポイント差をつけられたが、先ほどはここから同点までもちろん持ちこたえている。さあまだどうなるかわからない第9戦。さあ足立の 2DC が負けている。投げ落として、さあだいぶ斉藤君の味が出てきたので、ここをどうにかして持ちこたえたい。しっかり加算取って読んで、画面足押さえて、バケた、ヒーショーから、これは耐えるか、覚醒しているので、さすがに知らなかった。ラインを通してワンマーキャスル駆け上がり、ヒーショー
快適ってやつだな。ラウンド2行くにも。さあまずは立ち上げてくれる。この流れどうにかして変えたい。バックステも引っかかる。ムーガードしている。ヒーショー見てる。さあノリに乗っている。暴れている。じゃあギレ通してバタライザー、ダッシュがギレ。ヒーショージャンプして当たるが特に何もない。当たって2周当たってマフがつく。しかし立ちが取る。ジャンプ2が通って、これはバースト通してリバーサースクガチャ流れ星。さあ様子見するかと思いきや重ねて、それが逆にタクになっていく。え、あれ何だったっけ。マガツマンダラ、マガツマンダラ、あれマンダラって言うんだよね。マンダライザーってあれだ。あのベスの輪だとあれだね、ごっちゃになったね。マンダライザーは通称。はい勉強しました。はい気を取り直していきましょう。第10戦モコスだ。一応描いてるがガードしている。ダウンを取ってリバーサ投げ遅らせないか。これは逆に通して、リバーサ逆切れ通して、ここで金馬どうする。ボコスか、ボコスかじゃない。逆切れ、ここで出た。しかしミス、これは殺しきる。さあ実況もグダグダになってきたところで試合もグダグダになっている。2尾あの高さで渡る。駆け上がり変化からブーン。ジャンプシャー当たる。しかしここではならない。触れてうわガードしてる。カザン取れない。さあどっちだ。ワンマンバースト、どうやら伸びる。ここはちょっとワンマンバースト持ってなかったか。我慢したが駆け上がりが切れて、これで1-1。ジャンプ A が当たり逆に返す。ギャギレ押している。ギャギレ取っている。ジャンプ C が当たって、これは嫌な体力。下段通り投げが通る。さあ9位が通って、マンダラからの逆入れ、今度は実況間違いない。ミーシーから防戦切り、きっちり殺しきる。コンボ選択は素晴らしい。ここで一本取り返してペット君側も波に乗っていきたい。今の説明すると、足立の、まあ、技で位置を入れ替えてからくるくる回ってる状態があるんですけど、まあ、それは回転やられてる状態で、そこに、月光状態を重ねているとガードができないフレームがあるので、
そこで、補正を切ってからのもう一度画面端コンボということで、ラウンドさあ足立の見せ場の一つをまたまた見せていく。さあ画面足攻め継続、投げ取って、小投げ取って、さあ様子見しているところは逆入れ振っていないので、ペット君はもうだいぶ苦しいと思う。さあでもだいぶミシーの数が増えてきているので、少しずつテンポを取り戻したか。さあ体力どうするか、しっかりできている。どこでバズ使う、ここで使って足りるか、投げ落として毒がついてるので余裕されるでしょう。まず一本選手は採用。さあダモスさんが詳しく説明を書いているので、僕は間違っても何の問題もない。第2ラウンド、ジャンプしてカウンターから画面足、ジャンプして当たってコンボにはならない、立ち合いで割って逃げ取る、出しが切れ、直が直が、さあちょっと負けたか、さあここでもヨスがジャンプリーが当たる、リバースコッパー殺せるか、ギリギリ残る、ベイタル西からコンボ行きたかったが当たらなかった。さあ逆ギレが噛み合う、こんなことがあっていいのか。これで1-1、さあ立ち入れてプレス回って、ちゃんと投げが取る、ボコスか、しかし角半が取れない、ジャンプシーが当たって 2B タイプ、負けたか、立ち入れ角半、おっと角半ちょっとミスって、ボコスかどこに伸ばす、ここはバーソン、ジャンプシーがカウンター1として当たる、どこまで行く、ヒートライザーバースにムーンが当たって、これはさあことごとくペット君のバースミが裏目に出ている。我慢した採用君がラウンドを取って、これで4対7。よろしくさん。さあただいい勝負にはなっているので、ちょっとでも流れが変わればペット君側が連勝してもおかしくはない。さあダッシュが通る、見てる、さあアドレブが上手かったか、何が通って逆に体力調整、何を通して角師匠、この投げが通らない、投げ取って、さあここでしっかりブレスターマイスを1枚していたので、最大で取ったものまあ知らない、 SB コッパー逆で通して下段が取る、まず一本で芝居採用、不思議の負けなラウンド
ゴールにも勝てるって信じてるから。うん、着地投げ。立ち合いが当たる。でしょ。しかしこれはリターンはない。入れたい踏み出る。さあまたもや漏れたか。捕まえて、ぶっちゃきれ。さあ体力はまたもや微妙な体力。さあバーストもあとちょっとで溜まるので溜めたいが、投げて立ち逆入れで体力調整した後にバンドラー、どこでバーストを使わない。我慢した、投げて、ここも通して、ボコスか、ボコスじゃない、逆入れ、もう正義で、しかしミス。さあこれで1-1。ちょっとペット君側がミスが多いので少し不安だが、まだなんとでもなるでしょう。ボコスが立っていて、読んでいるが、バスを取らせる。コッパー、これはコンボ。さあ出ない。さあちょっと焦っているが、ここは落ちてほしい。クナイにジャンプ2で合わせてる。これで 5-7、 まだ全然ある。第13戦、まず触れたな、サイド。どちら？さあ、ネタを見せてくる。ダイヤ通らず、しかし逆切れ。ムー、ガードしてるが、そこは投げていく。当たらない。ジャンプして当たって。マンダラ。立ち合い取って、ここで、逆切れ落とす。バーソン通して当たって、コマ投げが通らない、早すぎた。さあダウン中にいろいろ起こってターンが入れ替わって採用のターン、カックに対しては 2B、 そしてジャンプし、さあ SB が何か漏れた。バーストフィッシュローから、ここはしっかりガルダイン、バーストを試させない。だいぶ漏れが激しいので、漏れがなかったらっていうシーンがかなり多い。まあまだ全然逆転もできるので、ここは落ち着いて入力してほしい。ラウンド1
さあ、会話交代下がって埋めたのはヨスケだわ。ヘッドが我慢してる。ここで当たってテイクも当たると立ち上げ開き直せる。さあ、そしてさあ、これもしっかり立ち上げ開いている。DB の使いには DB もつながる。ここはなんとかしてシャノンを掴みたい。立ち上げ当たってニュートライザー当たらない。激光状態なのでガードができない。ガラダイン回してる。バンバンバーストガラダイン構成切りを狙ったがしっかりガラダイン回してる。これは採用側が読み勝った。捕まえてガード取って位置が入れ替わる。暴れてるか。お互い打ち。さあゴーでバグスが光ってしまう。今度は何も起こらなかったか。体力がまだ微妙。逆入れからまたらどうなる。今度は何もしない。またも読み勝っている。しかし立ち上げ開かない。これは痛いミス。どこまで伸びる。これは死なない。さあここで逆切れ。このとっさの逆切れ発生が23フレだったかな。早いので対応はできていない。最終ラウンド。さあ状況変わった。ここだけは逃げてる。2ビしかしリターンはない。逃げたいく。捕まえて遅らせ投げ。ジャンプビーが当たり。当たって、これはどこまで行く。150% あるので投げは負けませんから。どこまで伸びる。 50% を残して流れ星は SB ではなく通常選択。ここでジャンプに当たってしまう。さあこれで採用側がリーチ。ご指名ありがとうございます。さあこのまま終わってしまうのか。まずマッチポイントを取ったのは採用側。ラウンド1ファイト。ガードしてる。さあここに来てガードができた。どっちだ。射撃打撃するし、しかし伝わらない。ダイヤ取って
おっと、これは逆に美味しい思いをしている。投げ落としてワンマワソ、体に当たって、さあマッチポイント、これがつながる。しかしちょっと殴ったか、ちょっとミス。使って投げ、どうでバースを使う、さあガードしてる、さあきっちり殺し切った。最後はバースは通らず。